大産の商品化されたパームシュガー。パームシュガー、またはヤシウとは、ヤシ類の果樹や幹の樹液から採取できる砂糖である。同じヤシであるが、ココヤシから同様に取れる砂糖は、ココナッツシュガーと別の呼称が使われる。同様に、砂糖ヤシの砂糖は、アレンガシュガーとして販売されることがある。もともと、パルミラヤシ、ナツメヤシや砂糖ナツメヤシの樹液から作られた。 現在は、砂糖ヤシとニッパヤシから作られている。東南アジアだけでなく、インド、スリランカ、パキスタン、アフリカ、南アメリカ及びカリブ海地域で生産される。種類の違いによる名称もあるが、パームシュガーが取れるヤシは、多数の言語圏にまたがり、かつ複数種が生育しているため、インド周辺では、ジャグリー、インドネシアのグラメラ、フィリピンのパカスコス、タイのナムタン、 ピップなど数多くの地域言語でパームシュガーを表す言葉が存在している。ラゴメラ島のパームハニー、パームシロップ、ミエルデパルマなどは16世紀から知られている。また、古代ローマの博物学者、ガイウスプリニウスセクンドゥスは、チャーマロップスから甘い樹液が採取できることを記している。パームココナッツシュガー、ハットプリニウスサーティン五54、ありがとうございます。